はい、こんにちは、高井です。今日もジャンプ力アップのためのトレーニングをやっていきます。ジャンプ力アップのためにはね、背中を反らすトレーニングっていうのも必要になるんですが、反る力とね、丸める力っていうのをどちらも同じぐらいの力が必要です。なので、腹筋も強化する必要があります。腹筋のトレーニングの時はまず手をバンザイさせて足も伸ばしきりますね。そこから真上に飛び上がるような感じで上がっていきます。普通にね、クランチで腹筋を鍛えるのと何が違うかというと、上に上がるための爆発的な力ですね。これを意識しないといけません。ゆっくりした動作で行うんではなくて、爆発的な動きで体全身の力を使いながら上がっていく、この腹筋トレーニングがジャンプ力を上げるには一番有効です。ぜひやってみてください。以上です。